終わった終わった終わった。セシリーさん、うわぁ、なんだエクセキューターじゃないの、びっくりした。そんなに慌ててどうしたんだ。なんでもないなんでもないの、私は元気よ。おお元気。ん、サキを探してるの。彼女に連絡してみようか。いやいや大丈夫。なんかおかしいな。はあ、わかったわよ。信用していいんでしょうね。もちろん。じゃあ早速だけど、残酷かつ示唆に富んだ、涙を誘い同情せずにはいられない物語を聞いてちょうだい。あのね、私ったら最近ついてないの。保安部の仕事だけでも十分ひどいのに、その上リーヤさんに騙されたのよ。この1ヶ月間あちこち駆けずり回って、昼も夜も休みなく働いて、9時前に帰れる日なんかなかったわ。うん、それでね、それでね、今朝起きたら10時半だったの。目覚ましを8つもかけたのに。それで、それで朝10時からの限定版フィギュアの発売に間に合わなかった。先に頼まれたやつだろ。そう、その通りよ。3回ご飯をおごってもらう条件で引き受けたのに、合わせる顔がないよ。泣き真似してもしょうがないよ。あ、そうだ、一つお願いしていいかな。先にこう伝えてほしいの。今日緊急任務が発生して、セシリーが応援に向かったからフィギュアを買えなかったって。え、それは緊急任務のためにフィギュア販売の行列に並べなかったのなら納得の理由よね。お願いお願いお願い。わかったわかったよ。よかった、信じてたわ。当直の人に確認したら、サキは任務でオアシスクラブにいるみたい。探しに行ってみてくれない？全てはあなたにかかってるの。頑張って、うまくいったら強化堂でご馳走するから。わかったよ、もう行っていいから。ありがとう、バイバーイ。紹介してくれ。ええ、こちらはミラポリスの時の人、エクセキューターよ。保安部に協力してもらってるの。こちらはドロシー。まあ友達みたいなものよ。おい、みたいなとはなんだ、なんだその言い方は。あなた前に暴走族だったことを忘れないでね。ちっ、昔のことだろう。今は善良なマネージャーなんだ。滅多なことを言わないでくれ。お前もうちのフェンリルのショーを見に来たんだろ。どうだ、すごいもんだろう。あの、俺実は不破崎隊長に用があって。え、私何かあったの。セシリーさんから伝言で、今日緊急任務が発生してそっちに応援に向かったって。緊急任務ですって？深刻なの？人手が足りてる？多分それほど深刻じゃなさそうだし、セシリーさんだけで大丈夫だと思うよ。つまりその時間的なことで。時間？うん、セシリーさんが言うには何かの発売日だったみたいで。
おそらく。まさか私の。そう、そのまさかなんだ。私のサキ、どうした？顔色が悪いぞ。サキ、大丈夫か？私は…ちょっと待って、呼吸を整える。おい、サキ、本当に大丈夫なのか？お前、保安部のメンバーなんだろ？優秀な奴らを連れてきて、うちのフェンリルを守ってくれ。こいつのこの様子じゃ無理だろうし。死ぬんじゃない！うちのフェンリルのショーがここであるんだ。死ぬなら別の場所にしてくれ。ちょっと黙ってて。おいおい、お前を心配してるんじゃないか。大丈夫、大丈夫よ。発売日後も抽選会があるもの。三日三晩たくさん願掛けしたから絶対当たるわ。おいおい、また全財産を投げ打って抽選に参加しようってのか？それはやめろ。それにお前がいなきゃ誰が私のフェンリルを守るんだ。俺が変わろうか。エクセキューター、あなたって最高の友人よ。あなたの任務記録に残しておくわ。お願いね。あ、おい、こいつ役に立つのか？すごいでよ、私が保証するわ。さっきのやつ逃げやがった。いい加減なやつだ。うん、仕方ない、お前で行こう。さきが推薦するくらいだ。それなりにできるやつなんだろう。だが、もし失敗しようもんなら痛い目を見てもらうからな。冗談さ、安心しろ。とりあえずは信用してるさ。具体的には何をすればいいんですか？さっきステージの上にいた娘を見たか？フェンリルだ。私が担当してる。だが近頃あいつの気を引こうとする奴がいて、あろうことか誘拐予告の手紙を送りつけてきたんだ。フェンリル？なあ、予告状はフェンリル宛てのファンレターに紛れて送られてきたんだ。だから差出人が分からず、こっちからは打つ手なしさ。なら俺の任務はフェンリルの護衛ですか？彼女は今どこに？星の海アパート304号室だ。ショーの後はそこへ戻る。しばらくは外出しないようフェンリルには言ってる。そうなんですね。他には？ない。本当に？そうだな、誘拐予告のことはフェンリルに黙っていてくれ。じっとしていられない娘だから、話せば何をしでかすかわからない。それと彼女に会ったら私の言う通りにしてくれ。言う通り？つまり私にうまく調子を合わせてほしいんだ。フェンリルの前では私に従ってくれ。じゃないととてもあの子は手に負えないぞ。うん、よし、では頼んだからな。やり遂げたら一杯おごってやるよ。結構です。遠慮するな、さっきも呼んでやればいいさ。支払いは私持ちだ。お姉様、そこに誰か。
何か知らない人の匂いがする。何？ああ大丈夫、私が呼んだんだ。フェンリル、あまり近寄るな。いや、フェンリル。さっきドロシーお姉様からあなたのことを聞いたの。待ちくたびれちゃった。ドロシーお姉様はあなたが一日中フェンリルと遊んでくれるって言ってたわ。え、ちょっと待って。そうだよな、フェンリルと一日中一緒に遊ぶんだ。そうだろう？うん。すごい！フェンリルね、さっきファンのみんなやお友達からたくさんお手紙をもらったの。でもまだ読んでないな。フェンリルと一緒に読んでくれる？いいよ。が読んであげる。コッハン、生涯で三日だけ君を愛す。昨日、今日、そして明日。ん？三日だけ？じゃあ365、364、363、その他の363日は何をするの？それもそっか、アイドルとの時間よりも家族や友達と一緒の時間の方が多いもんね。フェンリルはいつもドロシーお姉様と一緒だよ。昨日は一緒にお茶を飲んでね、一昨日は童話を読んでくれたの。最近お姉様はフェンリルに外に出ちゃダメって言うんだ。でも今日は珍しくお仕事に出かけたんだよ。フェンリル、お出かけしたいよ。フェンリル、ほら手紙がいっぱいあるよ、読んであげようか。本当？フェンリルね、字をいっぱい見ると頭が痛くなっちゃうな。ありがとう。新しいお姉様があなたを連れてきたわけが分かった。
ちょっと待ってて、ドロシーさんを探してこなきゃ。ドロシーお姉様を？わあ、フェンリルも一緒に行きたい。待って、ドロシーお姉様、フェンリル、今日は遊びに出かけたいの。ダメだ。フェンリル、お友達と約束したの。ダメだ。絶対早く帰るし、変なところに行ったりしないから。ダメだ。お願い、今日はどこへも行っちゃならない。外は危険だ。フェンリル、わかった、出かけない。フェンリルいい子だもん。エクセキューター、どうかしたか？誘拐予告の手紙がもう一通ありました。なんだと？くそ、やはり一通ならともかく、二通となると確信犯だ。それでどうするんです？ずっと閉じ込めておくわけにはいきませんよね。おいおい、私がやりたくてやってると思ってるのか？フェンリルの性格を見ただろう。厳しくしないとすぐ調子に乗る。抜け出して誘拐されたらお前に責任が取れるのか？どういうつもりだ？見ての通りです。お前、フェンリルを外に連れ出す気じゃないだろうな。絶対にダメだ、許可しない。あなたの過去の付き合いとか、そっちのルートで探るのはどうです？何を言い出すんだ。私は健全な市民だ。変なことは言わないでもらおう。まあいい、確かに何もつかめなかったんだ。くそ、どこに隠れてるんだ。ここまで痕跡がないということは、フェンリルの生活パターンが知られている可能性が高いですね。そういう相手が一番厄介です。そしてそういう相手なら何もしないのはさらに悪手です。自分から危険に飛び込むよりはマシだろう。くそ、サキがいれば。待てよ、サキがあれほど信頼しているんだ。お前はさぞかし優秀なんだろう。フェンリルを連れ出すからには何か手があるんだろうな。はみ出し者は仲間との絆を信じるんだ。サキがお前を信じるなら。もっと最後に確認しておく。ちゃんとフェンリルの面倒を見てあいつを守ってくれるんだな。安心して任せていいんだな。何かあったら連絡してくれ。よし、頼んだぞ。エクセキュート、お手紙の続きを読んでよ。フェンリル結婚まで読んだよ。結婚って楽しいものなの？フェンリル、俺と一緒なら外に出ていいってドロシーさんが言ってたよ。あ、お出かけエクセキュート大好き。あれに秘密基地に連れてってあげる。秘密基地？うん、まずペットショップで猫じゃらしを買ってから秘密基地に案内するよ。行こう。出かけるときはドロシーお姉様が心配しないようにご挨拶するの。出かけるならこのカードを持っていくといい。フェンリルが買い物をするときに使ってくれ。ここよ、ペットショップ。うわ、
べ物の匂いでいっぱいだ。ペンリルンちのワンワンはここのジャーキーが大好きなんだ。今日はワンワンのおもちゃを買っちゃおうかな。最近売り上げのランキングを見たんだ。いろいろなおもちゃがあったよ。リモコン飛行機とか。食べ物とジャーキー、他に欲しいものは？じゃなくて、ペンリル今日は缶詰とケージが欲しかったんだっけ。ペンリルおもちゃも欲しいよ。じゃあペンリルはおもちゃを見てて、俺は缶詰とケージを見てくるよ。よかった。ちょっと待っててね。いくらになるか数えてみる。ケージ一つか。わー、ありがとう。すみません、缶詰とケージを一つずつください。あのガキ、また来やがった。今度はあんたか。あんたが誘拐団の新しい仲間か。誘拐仲間？なんだ、あのガキから聞いてないのか。詳しく話してもらえますか。彼女のやり方は好きじゃないが、筋ってものがある。仲間を裏切ることはできない。自分で聞いてみるといい。おっと、代金を払ってからだ。誘拐仲間？フェンリル、フェンリルがいない。しまった。フェンリル、どうして外に出たんだ。お外に猫がいたから見たいなって思って。ちっちゃくてかわいい。フェンリル、店を出た時近くに誰かいなかったか。いなかったよ。フェンリル、ちょっと待っ。エクセキュータ怒っちゃった？勝手に出て行ってごめんなさい。次はちゃんと言うよ。いいんだ。次はどこに行くんだ？スーパーマーケット。ペンリル、長いロープとナイフを買うの。わかった。隣にすっごく美味しいアイスがあるんだよ。ペンリルが買ってあげる。うん、ありがとう。よし、待っててね。やっぱり出てきた。追いかけよう。しかし悪さをするにしてはあまりに警戒心がなさすぎだ。フェンリル、ここで何してるんだ。エクセキューター、フェンリル、さっき降りられなくなってる子猫を助けたの。子猫は大丈夫？でもどうして降りてこないんだ。危ないじゃないか。高いの怖いから。フェンリル、高いところが苦手なのか。ありがとう、エクセキューター。
怖いのに登ったの？にゃんこだって怖いんだもん。フェンリルが助けなきゃ。フェンリルちゃん、にゃんがおう。ダークエターナルナイトという階段のために我が刃と力を捧ぐ。時間通りここに参上。エクセキューター、お友達を紹介するね。そなたが新しい仲間だな。うん、バラの誓いに免じて先ほどフェンリルちゃんを助けた功績により、誘拐団の王はそなたの加入を許そう。え、誘拐予告の手紙？エクセキューター知ってたの？フェンリルはね、エクセキューターをびっくりさせたかったの。知ってるのは俺だけじゃない。ドロシーお姉様を心配させちゃうなんて、ごめんなさい。フェンリル、帰ってお姉様に謝らなきゃ。エクセキューターもごめんなさい。待ってくれ、誘拐ってどういうことだ？フェンリルちゃんは正義の誘拐をやってたのよ。普通に話せるじゃないか。言わなきゃフェンリルちゃんを連れてっちゃうでしょ。とにかくお家のない猫ちゃんやワンちゃんたちに住むところを与えるのが誘拐団の使命なのよ。いいことしてるんだから、保安部だって逮捕できないんだからね。ドロシーお姉様はフェンリルが木登りして子猫を助けることを許してくれないと思うんだ。こんなにみんなを困らせるなんて思わなかったの。ごめんね、ニャンガオ。フェンリル、今日は帰るね。フェンリルがみんなに言わなかったせいで、ごめんなさい。フェンリルちゃん、泣かないで。私も悲しくなっちゃうよ。そうじゃないって。待ってくれ、みんな泣かないで。誘拐の件は誤解だって俺からドロシーさんに言っておくよ。フェンリルは先に今日の活動を終わらせなよ。本当に？ああ。エクセキューター、なんていい人なの。フェンリル嬉しい。いつも違う場所にいるから見つけるのは大変かも。手分けして探せば早いかもよ。猫の鳴き声がしない。こっちから聞こえてくる。いたぞ、あいつに違いない。寄ってきた。直接捕まえたらダメかな。こっちじゃないな。こっちも違う。見つけたぞ。あそこだよ。もう少しだったのに逃げられた。黒丸は暴れん坊なの。前に尻尾を切られたから人間を怖がるの。エクセキューターが場所を教えてくれたら、さっき買った道具を組み立てて猫を捕まえられるよ。フェンリルはケージを吊るしやすいようにロープを結んでおくね。残りのロープはナイフでチョキン。そしてキャットフードをケージの中に入れれば猫捕獲器の完成。
黒丸はケージの中のものは食べないからね。あの子は警戒心が強いの。これと同じケージでたくさんの猫たちを捕まえたけど、あの子だけはダメなの。もし黒丸が自分からトラップに入らないなら、俺が追い込んでみるよ。その手があった。さすがエクセキューター頭いい。誕生日おめでとう。うわにゃがお誕生日おめでとう。よかったね、黒丸もお家が見つかって喜んでるよ。うん、手伝ってくれたお礼にみんなでバースデーケーキを食べよう。わーい、ケーキだ。いただきます。あーん、甘いチョコレートの味。フェンリル、フェンリルちゃん、フェンリルちゃん。フェンリルどうなっちゃったの？ドロシーさんが言うにはチョコアレルギーだそうだ。ニャンガオはチョコレートケーキを持ってきたことを後悔して薬を買いに行ったよ。あ、チョコか。心配いらないよ、フェンリルはチョコが大好きなの。幸せだよ。チョコがあればフェンリルはたくさんの家族に会えるんだ。家族？うん、堂々としたロメオに食いしん坊の牙、それに甘えたがりのタレシッポ。ロメオはフェンリルが見た中で一番かっこいいワンコだよ。フェンリルは昔ロメオに拾われて子分になったの。ロメオは食べ物をいっぱいくれたんだ。走るのも速くて道路にいたキバを助けたの。キバは優しかったな。でもタレシッポを産んでからキバはずっと食べてたっけ。ある日キバはいなくなっちゃった。フェンリルはタレシッポの面倒を見るって約束したの。タレシッポとフェンリルを見つけてくれたのはダラシーお姉様だったんだ。でもフェンリル、もうみんなと別れたくないよ。みんなと一緒がいい。フェンリルちゃん、私と黒丸が家族だよ。ずっと一緒だからね。黒丸もそう言ってる。ニャンガオ、忘れないで。ドロシーさんだってずっとフェンリルのことを待ってるぞ。うん、そうだった。ドロシーお姉様もいる。エクセキューターも今日いっぱい遊んでくれたね。あなたもお友達だよ。元気になったんなら帰ろう。うん。フェンリル、どうしてじっとしてるの？家に帰りたくないとか？ワン！どこへ行きたいんだ？フェンリル、水教台に行きたい。遊園地に行きたい。それから一つだけ選んで。うん、
それなら水鏡台にする。